役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職が、あなたの役職は村人です。夜が更けました。まあ頑張りましょう。気をつけてください。頑張り、夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言単9番のプレイヤーが発言します。あれこれいいのかな、ルール上。魔女で昨日神が怒ってませんでしたね。神が怒ってないんで、多分狼さん、噛まなかったってことは、どうだろうね。あんま連携が取れてないのかなってね、想像しますね。なので、やべえ。まあ、いっか。太鼓出てきたら結局夜打ち合いになるんでね。魔女さんはね、太鼓出てほしいですね。ということで、まあ、占い師に関してなんですけどね。僕はまあ、1週目から出てほしいかな。だめだ。やっぱ初日は黒見つけてない限り潜伏が強い。占い師は。潜伏強い、絶対。噛まれるだけなんで。いや、蘇生薬持ってますから、安心してください。占い師、一周目から出てね。潜伏意味ないよ。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。3番白、3番占って白ですね。占った理由に関しては、ホストさんだったからってので占っただけなんですけど、9番さんに一つ言いたいのが、まあ仮に神無しが起こっていたとしてね、9番さんの目線で。それだったら9番さん別に出る必要もないし、言う必要もなかったと思うんですよ。その分一つな、無駄にしてるんで、ちょっと残念かなと思ってますね。あと9番さん一つ引っかかる点があって、対抗ゼル前提で話していたっていうのがちょっと気になってます。まあ現状シーンですね。ぐらいです。はい。こんなもんです。以上。3番白で。2番のプレイヤーが発言します。はい、一週目よろしくお願いします。村人陣営でした。ということで。ホスト、俺ですけど、3番ホストじゃないですね。2番ホストっす。それを間違えて、3番白なんですよね。ホスト僕言ったんですけど。はい。まあ、って思ってただけですけど、まあ別にあなたがどこ占う方が自由なんですけどって感じ。はい。人外かもしらんし、知らん占いかもしらんけど、それはまあ自由です。はい。2番じゃないんよね。2番白じゃなくて3番白であったんですよね。まあ、それだけ、まあ、2週目もう一回ちゃんと言ってください。ホスト占ったって言ってたんで、俺のこと占ったんかなと思った。数字違うんでどうかなと思ったけど。でも、9番さん、魔女で、噛まれてなくて、蘇生してないんだったら潜伏してた方が強くない。だって9番さん噛まれたら、蘇生できんやと思ってるから。もし仮に蘇生が起きてた場合っていうのは、狼は噛んでるはずだから、9番さん偽物ってわかるし、ちょっとどういうムーブなんかよくわかってない。以上。3番のプレイヤーが発言します。2周目では良かったとは思うけど、ただ別に蘇生が入ってなかったとしても魔女が出た盤面絶対魔女占いをしなくて済むから、しかもカリウドと一緒、カリウドじゃない、騎士と一緒の役目になって、まあ確実にグッジョブを1回起こせるだけの人になっただけだから、別に9番はいいんじゃない、それでって思いますよ。で、まあ、なんか2番は若干村っぽいかなって思ったのが、なんか多分新占い師の白崎が自分に刺さること、刺さるかもしれないことを信じて疑わない人みたいな発言の仕方をしてたから、新占い師に占われた場合に黒が出ない人なんだろうなって思ったから、村なんじゃないかなって2番に関して思いました。1番は9番対抗出る前提の話ってしてないと思ってて、まあ、出てきたらっていう発言してたと思ってるから、なんかどういう意図でそれを言ってるんだろうって思いましたね。なんか対抗出したいのかなとかちょっと思ったけど、ただなんか相方に出ろっていうのしても変だから、なんか人外要素かどうか分かんないです。4番
のプレイヤーが発言します。はい、どうなんでしょうね。マスターじゃないけどマスター占ったって言ってんなら偽かもしれないですね。そうすれば、はい、っていう感じはしてきましたね。2番が言う通りであればって言った。でも隣の人だよなって思いながら、隣のマスターが分かんないってありえんのかなとかって思いながら、このレグなんでね、偽占い師がね、あの狼囲うことは結構あるんでね、ちゃんは結構見てた方がいいんじゃないかなですね。まあ平和村だったらもう一さんが村になりますけども、どうなんでしょうね。もう分かんないです。2番がもし狼なら3番も視野に入れるって感じじゃないですか。2番が狼だったらどうなんでしょうね。分かんないですよまだ。まあ、その通りだよなって、マスターで違うのにマスター占いって変だなっていうぐらいで、はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。いい、特にしようないです。まあ、正直ね、一番の親身はないかな。占い理由とかどうでもいいしね。で、9番のこれ起きて別におかしくないからね。まあ、初順手からバイトしようって別に。なんか発言稼ぎしたい、なんか、狼っぽく見えたけどね。全然神秘な1番に関しては。だから、4番の言ってる通り、スタッフが全然あり得るかな、可能性としてはね。まあ、3番の言動は別におかしくなかった。あくまでも可能性を追ってるだけって感じかな。2番は2周目。まあ、1番の神秘はないよ、正直ね。だから、このまあ通常よく、おそらく狼3人いるわけでしょ、手がいるわけでしょ。だから、その、まあそうだね、色が落ちない人を釣るとかじゃなくて、まあ、このまあ言動でなんかさ、少しでもおかしな人を釣った方がいいよ。色が落ちないから釣るっていうのは絶対見た方がいい。うん。まあ、そういう信仰が一番強いと思うけどね。一番の神秘はない、絶対。6番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね、9番が魔女ということで、うん、蘇生してないと、まあ、噛まれてもないと、まあ、わかりました、はい、で、1番が、まあ、ホストがホストじゃないかっていうのは、まあ、まあ、ちょっと変だなとは思ったけども、どうだろうね。1、3で囲われてるように4番は見えたって言うけど、そんなに見えた、うん、2番だった場合っていう精査も3番はしてるよ。ないのかなって、人狼だったなって、うん、どうだろうね。まあ、現状なんかちょっと4番が怪しいかなって思ってますね。一さんの囲いをすぐに追ったあたりっていうのがちょっと分かりませんでした。7番のプレイヤーが発言します。はい。5番さんはなんでそんなに1番さんがニスだと思うのかが分からないし、なんか9番さんにすり寄ってる感じがすごいするんで、5番さんおかげっぽいなって思いました。なんか4番さんについてもなんか分からない分からないで発言ふわついてるなって思うんで、4番さんも狼だと思いました、ね。とりあえず4番さんか5番さん釣りたいなって思いました。6番さんについては特段わかんないって感じかな。まあ、2番さんについては2周目聞きたいのと、1番さんについて占い先ちゃんと聞きたいなって思いました。9番さんが魔女が出たことに関してはよくわからないんで、まあ別にこのままでいいのかなって思います。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。あの魔女なんですけど、まあ、9番さんは夜中にこっそり殺しとくんで、あのほっといてもらって大丈夫です。6番さんが怪しいと思いました。4番さんはこのレギュだと人狼の初日が恋があるから、1が偽だったら1さんの格好をった方がいいみたいな、だから1さんのラインが見えるとかそういう言い方じゃなかったから、なんか熱動してるなーって。9番のプレイヤーが発言します。ありがとうございます。ありがとうございます。6番氏のね、うん、いいんじゃないですか、5番さんのその出方、うん、だって1を偽に置いて潜伏してて6白でしょ、うん、だから7番が黒い位置に上がってくるよこれ。当然ね、8番は、うん、夜僕が
こっそり道具持っとくんでね、うん、皆さん明日どっちが死んでるか楽しみですね。ということで、6と3が片白ね。で、4番さん的には、狼は初日に囲った方が強いから、囲いの線を。4番さんね、これね、クロス占いすればいいだけの話だから、そこはあんま触れなくていいんですよ。ただ、占い心理はね、やっぱりしっかりつけてほしいんでね、当然ね、僕が占い師が噛まれたら、必ず蘇生しますから。はい、8番さんは明日もお亡くなりになってますんで、なんで出てきたんだろうね、8番さん。でね、おそらく1番がそのホストホストつって3にしろつったのは、これ位置的に多分2番を押したつもりがこれ重なって見えてるから3番にしろ出ちゃったんじゃない、うん、とは思うけど、まあどうなんだろうね。この村で白いと思ったのはだから俺は26あたりかな。で、7番あたりはちょっとね、明日占ってほしいかな。今日はとりあえず村の強い信仰としてね、隠しろを作るのが強いと思ってるんでね、クロス占い。うん、クロス占いすれば、囲いがあるかどうかわかるから、うん。多分ね、囲ってないと思うんだけどね。1番のプレイヤーが発言します。はい、なんかすいませんね、いろいろ誤解を、追加ありがとうございます。誤解を招いてるみたいで、僕が占ったのは3番です。3番がホストだと思って占って3番シルだったって言いました。2番さんがホストだったんですね。すいません。料理しながらやったんで。あのね、一つだけ言っておきますね。9番さん今北総演でるんですけど、8番さん出なくてよかったんですよ、正直。8番さんが潜伏して9番を毒盛ればよかったと思っていて、っていうのがね、これ、今日9番さんが必ず8番噛みに行きます。8番噛むってことは8番蘇生できないんで、8番さんと9番さんが今日死ぬんですね。わかります？それを完全に9番に狙われてるっていうのをちゃんと理解してほしいな、8番さんは。蘇生はできないんで、自分は。仮にまあ8番さんが偽で9番さんが死ぬ、8番が9番を噛みに行った時に蘇生ってできないんですよ。だから無駄になるんですよ、蘇生役が。だから、3番さんが言う騎士みたいな役目だっていうのはないんですよね。分かってほしい、ここに関しては。まあ、今日はね、俺ね、100%9 行きたいかな。9番さんのやっぱ違和感っていうのがあって、これなんで今日8、9審議した方がいいかっていうと、基本的に蘇生がないから。分かる？ここで審、偽の方を連れた瞬間って結構村有利になっていて、仮にもう俺は9番が偽だと思ってるから9番さんを釣りました。狼の神位置って占い位置、もしくは片白、隠し白になる位置にしかならないので、そうなった場合って狼さんって結構詰まってくると思うんですね。だから俺は絶対8級の審議した方がいいと思う。俺は現状9。グレーの話はちょっとごめんなさい。また。2番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。8級に縄をかける必要がなくて、だって、両方、魔女を使用してるわけだから、マジで毒投げ合えばいいわけだし、あと、毒薬と蘇生薬っていうのは同時には使えないので、例えば占い師が噛まれたってなった場合、占いを蘇生させる、もしくは、自分が噛まれた、だから相手に毒を掘るとか、まあそういう、そこら辺は結構自由にできる仕様になってるわけだから、別に、魔女を今日釣りに行く必要がないと思って、それよりもおかしいのが、1の視点で、なんで9が 100% にせっていうふうに分かるのかなって思うんですけど、8番さん出てこなくてよくってって言ってるのが、結構1、8で、なんかとりあえず9に蘇生を使われたくないとか、そういうこともあんのかなって思った。だって8、9の審議、精査つくとかあった。最初に、俺最初に9が出てきたから、なんで出たんって言ったけど、9から取った要素ってそこだし、別に8はこっそり9そのまま殺しときますねって言ってるから、8、9の精査がついてる1がおかしいかなと思ってるので、だから1の相方がどっちかにいるんだろうなと思うんですけど、9を釣りに行きたいっていうことなんで、8、1なんかなと思ってます。あとグレーにどっか。ってなったとき、5が6白なんで、4か7。で、3で囲われてるっていう目線もまああるけど、まあとりあえず、3番さんは片白なんで、4、7。どっちか。まだはっきりとは分かってない。投票位置もまだ分かってなかったからね。4、7のどっちかにいてる。はい、以上。3番のプレイヤーが発言しました。ちなみに1、8は微妙だと思ってて、どっちかっていうと1番狼の場合は、
9番かなって思ってるけど、9番の偽石つけてるから8番からなんか毒とか食らわないようになんかそのやってんのかなみたいな思ってるけど、だって8番9番どっちかが死ぬって1番言ってるでしょ。じゃあ8番9番どっちか新魔女噛まれて、なんか偽の魔女が毒盛られるかどっちも死ぬんでしょ。だから狼の神市って新魔女だって1番ってそういう発言してんのに、あの占い師に神が入ってしまうから魔女から釣る、新魔女を釣ってしまった場合って占い師に神が入ったら蘇生できないし、占い師点でその発言おかしいと思うんだけどな。蘇生が残ってるんだったら、だって別に魔女が噛まれた場合は対抗毒殺すれば占い師も噛まれないで済むし、あのまあ占いが噛まれた場合は魔女、新魔女が蘇生することできるから、魔女は占い師点を置いときたいと思うし、グレーの精査優先的にした方がいいんじゃないって思ったけどな。なんか5番がいいなって思った発言は、なんかね、色が落ちないところ、色が落ちないだけで釣らない方がいいっていう発言が、なんか、ん？なんだっけ？うん、色落ちないから釣るっていうのは良くないっていうのが結構なんか、私はいい発言かなって思ったくらい。いや、でもなんか一番視点でグレーセーサー後回しにして、まあ、魔女から釣りたいって執着してるのがちょっとよくわかんない。まあ、9番は確かに、なんか噛めなかったから新魔女炙り出したかったのかなっていうふうには見えるから偽っぽくは見えるけどって感じです。4番のプレイヤーが発言します。はい、まあ今日は7番いきましょう、はい、で8番が9番に毒持って1番釣って3番釣れば終わりっていう話なんで、はい、方針進行でいいんで、はい、7番いきましょう。あ、そうか、2番もあるんだね。まあでもまあ5番が3番、アタック白になったら、さらに釣り切ったら終わる話なんで、5番死んならば、もういいんじゃないですか、7番で。うん。あの、素晴らしいじゃないですか。この4番の位置で、わからないわからないと言ってる。いや、むしろ特徴的なことを結構述べてたのに、4番で。うん、それにもかかわらず4番に対して、雑な黒塗りしてるんですから、素晴らしい！村を装った陣外でしょう。だから今日奈良釣りですよ、満場一致で。まあ、7番しかないでしょう。雑すぎる黒塗り。4番はいろいろ精査してましたけど、8番さんの魔女じゃないですけども、言ってましたけども、もう7番釣りでいいでしょう。もう雑な黒塗りすぎてもう私驚いてますっていうぐらい。まあ、7番さんだったら私の位置で見事な回答をすると思うんでね。人外なので。ああ、すごいですね。無理くり黒塗りするんですね、もうこのメンバーに。はいはいはい。まあ、なので、あの、普通に、まあ、27だったら7でいいんじゃないですか。あの、全然、1番の通り98行く必要ないですよ。98はほっといて、あの、もう、ね、普通に7、2、4でやればいいっていうだけの話なんでね。以上です。5番のプレイヤーが発言します。で8級が魔女って言ってるわけで、で9番が偽って確証どこにもないからね。1番大丈夫？偽を釣ったら確かに強いかもしれないけど、9番が偽って確証どこにもないから。絶対今日魔女からじゃないからね。うん、100% 信味ないでしょ、この発言で、1番って。うん、7、2、7、4ね。まあ、2番に関してはまあ白いから残していいんじゃない？ 7 番がね、なんか俺がなんか9番にすり寄ってるから黒いって、何それ？だって9番ってチョジョンティの位置で魔女仕様でしょ？ 9 番が魔女とさ、限らないわけじゃん。だからそこで9番に釣りよっていうか俺が黒いっていうのはちょっと暴論かなと思うけどね。まあ4番に関してもそのまあ、7番からまあそのヘイトもらったから返してるっていう言動もって取れるけど、4、7どっちかでいいんじゃない？ 7 番の発言聞いて決めるかな。2番は白かった。うん。まあ、3番箱に行くしまだ分かんないかな。おかしくなかったしね。今日は絶対47からだよ。はい。決めてないけど、はい、以上です。6番のプレイヤーが発言します。
7番のプレイヤーが発言します。はい、今日って6釣りになるんですか？6釣りですよね、多分。鉄を切れなんで。あ、帰ってきた。じゃあ今日4番さんから行こうかなと思ってて、で、1号の審議に関しては、1番さんの方が偽だと思ってます。これは、みんなが言ってる通り、9、8から行くのはないなって思いました。9、8行きます。ないなって思ったのと、あと、なんだ、5番さんの出方が、うん。なんでそんな1番さん偽に見えるのかなって一瞬目を持ってたけど、まあ占いなら、まあ納得いくかなってところで、って感じですかね。で、1番さんが奥目やった時の相方って、どうなんだろう。なんか3番さんが1級じゃないのって繋げてたから、3番さんもあるかなって思ってて、で、8級で言ったら、まあ8番さんなのかなっていうところですよ。183の狼なのかなともちょっと思ったのと、4番さんに関しては、なんて言うんだろう、もう俺を釣りたいっていう感じなだけで、他の精査がないんで、まあ、正直、なんだろうな、狼なのかなっていうのはちょっと疑問。うん、なんか他に何か持ってるのかなっていうのはあるけど、どうなんでしょうね。まあ、5番さんが2番さん釣りたくないって言うんで、4番さん行こうかな、もう行くしかないなっていう状況なんで、とりあえず、まあ4行こうかな、どうしようって感じかな、まあ4行きますわ。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。私は投票します。6番さんのことを待つ姿勢が全くなく、今日は6番投票だよね、みたいな感じで言ってたのも怪しかったし、なんか8級の審議でなんか9のが死んだ8が2世、私がのこのこ狼で出てきて、なんか9番さんの魔女に夜殺される役として出てくる狼に見えるんですか？なわけないでしょ。私が狼で出てくるメリット一つもないから、一つもないです。で、今日は7に行きます。私はんで、占い師は5が偽かなって思います。ここの部屋って教授いないのに、2週目に出てくるメリットって何なんでしょうか？何の様子を一周伺ったのかなって思います、5番さんには。普通に2週目出たらいいのになって。教授いないんだよ。だから変だなって思ったし、色落ちない人は置いといて、怪しい人から釣りまして。私が占い師の時は、色落ちないような人は占いたくないから初日釣っちゃいたいなって思うから、5番さんの方が怪しいのかなって思います。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。若者よ。投票が終了しました。7番の遺言を7番発表してください。はい。8番さんはどうなんだろう。やっぱ8かな。発言的にはなんかどうなんだろうな。わかんないんですよね、よく。別に5番さんが色落ちないところ残しても別にいいんじゃないの？8番さんの言うとおり、教授いないから別に関係ないと思うんだけど。って思ったのと、すぐ6釣りに行こうとしたのがあって、戻ってきたら4釣りますって言ったんだけど。どうなんだろう。やっぱ1、8あんのかなとも思ったし、なんか9番さんの出方が、なんか8番さん出なくていいとかどうとかっていうのはよくわからないんだけど。どうなんでしょうね。まあ、とりあえずこの7釣りっていうのは別にいいとして、別にそこまで4番さん釣りたかったわけでもないんで。どうなんでしょうね。ああ、こんばんは。でも1号だったらやっぱり1が急に行くっていうのはどう考えてもおかしな発言だと思うんで。これ見ればいいかな。そこを1級って繋げた3番さんが、
一番さんの相方っていう線は結構あるなって思いながら聞いてました。トミさんに見えない。確かに、まあなんか2週目に出てるのは確かに、なんでなんだろうなっていうのは思いましたけど、もう5番さんが死んだんじゃないかなと、とりあえず思ってます。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。3回か4回ぐらい。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番のプレイヤーが発言します。4キロ。8球は？っていうか、一番さん死んでて8球毒投げてない。しかも蘇生もされてない、毒も投げてないんで。ちょっとさすがに夜投げてください。ちょっとわかんないです。蘇生もされてないんでわかんないです。まあ8球は今日だいけるよね。3人狼がいたらやばいの。3人狼がいたんですよ。だから1が地神を追わない限りはいけるんか。で1が占いで噛まれてる場合はやばいから5か、うん、4番さんが白4白5番さん目線はどう見てます？じゃあ1地神ですか？蘇生を狙った地神。1が蘇生を狙った地神するぐらいだと3じゃないですかね。そしたら毒投げなくて済む。蘇生を3でするってなったら占い結果も落ちるから、1地神だったら僕だって3噛むんすけどね。1が地神だった時5が死んだったら4白で7黒落ちてて8黒どっか人狼か。でも俺安定でいくっすね。5番さんいきます。いやちょっと地神はここでは追えんす。3番のプレイヤー。待って待って、6番と6番と4番に白結果持ってるんでしょ。6番と4番に白結果持ってて7番釣られてて、そっかそっか、ちょっと場合って7、あそっか7で狼が落ちてた場合2番視点で5番のシーンもあるってことか。でもその場合ってこの紙起きないし、だからこの紙その場合って起きないから2番視点で多分ほぼ5番が偽になると思うのね。だからその安定でとかじゃなくて多分ほぼ5番偽になると思うんですよ、盤面整理したときに。いやだから多分2番視点でその発言は出た方が良かったんじゃないかなって思ってますよ。4番と6番に白結果持ってるってことは7で落ちてる計算だと魔女に出てて、占いでって安定で釣られて、絶対積むから、相方が生きてる。だから4番、6番、どっちかに人狼がいるっていう視点になると思ってるから、多分2番視点ってほぼ子が偽ですよ。1番の時間見なく、いや、でも蘇生される狙いっていうのはなくはないか。まあ、1、2だったらギリあるんですよね。2番の自分白じゃないのみたいな。1番の血占いを知ってる2番狼はなさそうだなって思ったんですけど。てか、魔女何してるんですかって思った。別に、蘇生させるならさせてもいいし、別に対抗毒でも全然いいから、よかったのになぁと思って。まあ、うん。4番のプレイヤーが発言します。うん。まあ、3番が言った通りだったから2番でいいんじゃないですか。うん。安定も何も確定陣外の5番に行かなきゃおかしいっていうこと。まあ、3番が述べた通りだから、
まあ、もう2番いきます。もうしょうがない。どうせもう割り切ってやるしかないから。5番いったとて、わかんないです、僕は。魔女は何をしているんだろうっていう。8球、道具漏れよっていう、思いながら。8球の方はもう、偽物に道具持ってください、2番つって。道具漏れば、もう、5、6だったら曲げるけど、別にもう、最悪、道具持って、道具漏ればいいんじゃないの？うん。3番噛まれたら、5番か6番打っとけばいいってことだ、2番つって。8番が9番が、芯が偽を道具持って、神が怒ったら俺以外発砲すればいいだけ。こんだけ。でも、それでも厳しいのか。でももういいんじゃないですか。わかんないんで。2番が、3番が言った通りなんでしょ？ 2 番は確定人外と言えなかったんだと。まあ人の意見を参考にして、安定進行などもつまらんことはやらないで、負けなら負けていいです。もう魔女も毒持ってないし、もう。なんで、もう2番行って、負けだったら負けたらしょうがないっていうゲームでいいんじゃないですか、もう。まあ、しょうがないんじゃない、もう。安定進行を取るのも大事かもしれないけど、もういいわ。俺、占いじゃなくて2番占いしてほしかったんだけどな、と思いながら。5番のプレイヤーが発言します。ね、8番が俺を疑ったじゃん。で、7番が初日の一目で、まあ、4、5釣り上げて、そこで8番が、7番さ、釣り落ちたから、てっきり、まあ、8番が狼で4番かばってるかなって思ったら4番に投票して俺になったかな。で2番さ、発言するおかしいからね。だって安定進行で5番とかじゃなくて、だって俺が、まあ、4と6に白を、まあ、出ていて、そこで7番がこれ仮に白だった場合って、2番目って俺が狼確定だからね。そこで安定進行で5番釣りっていうのおかしいからね。失言でしょうね、普通に。まあだから2番行ってほしいけどね、普通2番行って、まあ、8、9、6ものやつ終わるから、それでいいじゃん。で、俺が別に狼で噛む必要ないから、昨日の段階で1番締めないってさ、見られてたわけじゃん。そこで俺が狼で1番噛む必要何？全くメリットないけど、今日2番釣りね。はい、2釣り。6番のプレイヤーが発言します。うん、昨日は、ちょっと聞こえなかったから仕方ないんだけど。昨日は98行くべきっすよ。98つって、で、次の日に、まあ、蘇生入、まあ、もし、神なしに入れば、ローラスできるし、二つし、なんだろう、死んだ場所が出れば、でも、決まるじゃん、死んっていうの。で、絶対に蘇生入れられるから、占い蘇生入れるんですよ。だった場合って、クロスとか全然できるなと思ってるから、なんで霊能じゃないわ。魔女から手かけねえんだよって俺は思ってたから、なぜ7番から手かけたの？不思議と7ですね、うん。で、2番目じゃほぼ5番偽でしょって思ってるから、うん。3の言った通り2番はおかしな発言をしている。はい。かな。うん。だから今日5番いきますよ、私は。5番いきます。はい。うん。5番いくんで。で、98はもう毒殺し合ってください。はい、4番結構臭いなとは思ってるんですけどね。まあ、だけど2番の今日の発言はちょっと変化だと思ってる。はい。だけど5番いきますけど。占い心理つかないんで、まだ。はい。8番のプレイヤーが発言します。あ、もしもし、ですね、すいません、毒殺のやり方がわからなくて、一応9番さんっていう選択肢があったんで、9番さんを選択はしたんですけど、なぜか毒殺ができてないっていうアクシデントが起きてしまいました。ごめんなさい、あれどうやって毒殺するの？昨日ちゃんと選択したんだよ、9って。押したんだけど、何が足りなかったのか、ちょっと今でも分かってません。本当に申し訳ないかったです。はい、5番さん安定で釣ります。失礼いたします。9番。のプレイヤーが発言します。いや、俺が謝るべきとか、ね、僕、蘇生をしたんですよ。噛まれたのが画面に出てきたから押したんですよ。蘇生できてないんですよね、これね。これ、やり方ちょっと教えて、これゲーム終わったら。慣れてないもんね、すいません。八幡さん、演技はやめてください。毒殺じゃないんですよ。噛まれてんだから蘇生なんですよ。八幡さんの偽見まので分かったでしょ。
うん、だからこれね、7に投票みんな重なってるでしょ。だから7は村なんですよ。わかるかな。うん、大丈夫です。俺5、6が怪しいと思ってるよ今。5、6ね、うん、6番がなんでそこで5に行けるっていう、うん、これライン切ってますから俺5、6、8の三陣街でね、うん、あの見てるから大丈夫です。あの、わかりました。あの、僕蘇生薬も持ってるんで、うん、僕の蘇生位置は、うん、8番さんが今度3噛んだら3蘇生からな。これ何もうめんどくさいね、これね、うん、すいませんね、慣れてないもんで。8番さんを毒殺すればいいんですね。蘇生と毒殺同時に起こった場合ってどうなんだろうね。まあいいやいいや、とりあえず今日8番毒持っとくんでね、うん、あのこれ568で見てるから今の発言でね、うん、4番さん2行くとか言ったら最終日2と4村で戦うような構図になると思うんでね、2釣りじゃなくて5釣りが正解。6は明日審議する、うん、8毒盛るわ。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番の遺言を発表してください。まあだから、なんか安定進行、安定進行って言ってるけど、安定進行取ったらどうすんのって思ってないから、本当に。これ6番に言うけど、俺って昨日の段階でさ、4-7でランテージだったわけじゃん。俺4番に投票してるんだよね。わかる ?4 番に投票して、で、6番が、まあ、俺のそのまま偽物を追って、4番怪しむんだって思ってる。一番のその初日の発言って実現レベルだと思うけどね。安定進行取っちゃうんだ。まあ、2番に関しては、ね、安定進行って言っちゃってるからね。うん。だからそれ、ちゃんと組み取ったら2番いけると思うけどね。で、今度は9番狩りでしょ ?5、6、ライン切りって言ってるんでしょ。進行、安定進行って。今安定進行って言って、審議がつかないんだったら、今後もつかないと思うけどね。うん。2番からちゃんと行くべきだよ。1番の言動をちゃんと汲み取って、俺が4番に投票して、うん。ちゃんとやってんね、本当に。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は2名の方が亡くなりましたと2番のプレイヤーが発言します。はい、まあ結局98どうか知らんが、絶対5番さん偽よ。だって5番さんって、6と4が白なんでしょ。で占ってないのが2番と7番だよね。で、対抗の1番がじゃあ狼。で、8、9で狼って出たとき、なんで2が狼になんの?俺言ってんじゃん。1が真か5が真か知らんが、昨日1って1と5を比べたときに5の方が若干真があるんじゃないかって言われてる中だったから、もし6が狼だったとき、地神をしてる可能性もあるでしょって言ってんの。で、魔女から蘇生もらって、例えば8、9どっちが魔女か知らんけど、そっちが例えば蘇生したとするじゃん。ほんなら、どっちか狼の方が、1蘇生したって、2人の魔女から1を蘇生したっていう話が入った時って、
1って狼で地神して蘇生された場合めっちゃ真に見られるからね。だから1の地神も俺追うよ、それ当たり前じゃん。昨日の段階で5と1比べたとき、1の方が、ちょっと偽っぽいっていう話になってたじゃん。俺も実際そう思ってたから、1ちょっと若干臭いなと思ってたから。けど噛まれたってなったら話変わるでしょ。で噛まれて、例えば蘇生されました。で真でした。逆の、例えば、方が5を蘇生したって今度言い張った場合って、また真さ変わってくるからね。だから安定進行じゃん、5って。何言ってんのって思ってるけど。で、な、俺ラストウルフ4番さんだと思ってる。あ、もう2行こう、2行こうって。はい、全然精査も何もしてないじゃん。俺絶対4しかいかんからね。3番のプレイヤー発言します。だから、まあな、だから占い噛まれた時に蘇生できるかもしれないんだから、魔女は別に魔女から行く必要ないんですよ。一回グレーから詰めて、魔女を殺し合えば別にいいんですよ。だからなんかまあ信仰の違いかもしれないけど、まあそれはね、一番も言ってたことだから、まあ一六が同じ主張してるから、まあそこはまあ要素にしませんけど。ね、二番さんやっぱね、ちょっとおかしいですよ、その視点は。なんかね、絶対狼だと思ってるわけじゃないんですけど、一番がじゃあ地神するときに、じゃあ一番が蘇生されなかったとしましょう。多分8番が真魔女だと思ってるんですけど、8番が偽で見てますって言った1番さんって蘇生されない可能性ありますよね。1番が蘇生されなかった場合、7番で落ちてたときって、9番にも毒飛ぶから、1番見殺し9番に毒飛んだ場合って、1番、9番、7番の三郎だった場合って、もう積むから2番視点で多分その3狼って見えないと思うんですね。だからその3狼が、その3ウルフが見えない以上、2番視点って、ほぼほぼ5番が偽になると思ってるから、まあ安定進行っちゃ安定進行なんだけど、ほぼほぼ5番が偽だと思うのね。だから昨日は盤面が終えてなかったからたどり着けてなかったですって弁明するならまだわかるんですけど、それ、私がそれを説明した上でも、いやおかしいよって言うんだったら、5番おかしいよって言うんだったら、いや2番の方がおかしいかな言ってることはって私は思いましたね。だって見えなくない？その3ウルフって。4番のプレイヤーが発言します。あのさ、もうさ、発言精査しても2番は出現したんでしょ？だからもう荷釣りでいいだろう。粘ってやる意味なんかないでしょ。間違ったら2番が悪いだけのゲームでしょ。今日になって精査します。できるわけないでしょ。もう考えは変わらないから2番に行くだけ、それだけ。なんでわざわざ5番ずんの？あのね、芯がないから噛んで5番を釣りに来る行動だって取れるんだから、どことだって取れるんだから、もう2番が出現したんでしょ、致命的な。もう。だからもう2番でいいんじゃないのっていうだけの話なんだけども、難しく考えない。9、8。8、9なんか8が芯でしょ、どう考えても。9番が何 ?5、6って言ってんだから、もう。1、2なんじゃない？もう知らないですよ、僕はもう。どうせ今日になったとって考え方は変わらないから。だからもう2でいいです。もう、悔いはないように。もうそれで間違ったとて、2番が5番を各陣内でイメージできてないんだから、もう出現したんだから、もうある意味。粘る必要すらもうないっていうか、もう、それはもう6番かもしれないけど、もう知らんよ、もう。もういいです、僕はもう、だから、安定進行を取ったとて、考えが変わらないことだってあるし、もうそれでいいんですよ、もう。僕の中ではもう2番釣って、早くゲーム終わって次の試合に行きたいだけだから。6番釣って後悔するよりは2番釣って、もうそれはそれでいいっていう進行を取ってるだけの話なんだけど、そのロランをして何になるの、もう別にいいじゃないですか。5番を陣外でイメージできてないってことはもう村ででも致命的なんだから、もう、まあ2番いきます。はい、以上です。6番のプレイヤーが発言します。いやー、俺ね、2番あんま見えねえと思うんだよな。まあ、仮に1が死んだとしても、そのなんだろう、1を噛むメリットって2番目線あんのかなとかって考えてるんだよ。だって、あれって多分1、2って結構見えたりするじゃん。ね。ポストなのに3番しようって。であるならば、1番人狼、まあそのなんだろう、1番って残しててもよくねって思うんだけど、多分クロス飛ばすと思うから、俺に投与してるから。で、4番に引っかかってんのが1、3あるんじゃねえのかって精査が引っかかってんだよ。で、1番の投票がさ、6番っていうのが変なんだよ。俺が4番に指摘してるからね。だから1、4ってあんのかなってマジで思ってんだよな、ね。
あ、一応ないのか。あ、ごめんごめん。果たしてた、果たしてた。一応ないわ。ごめんごめん。5番が4番白か。そっか。そう当たらないわ。ごめんごめんごめん。ごめんごめん。え、待ってよ。待って待って。一応ないかね。ないね。果たしてた、ごめん。果たしてた。俺4番引っかかってるんだよ。2番。2番、いや、これ4番じゃない？ 5 を信じて決め打てる要素ってあったって思ってるから。うん。ジョージは4番さんいきますよ。はい。4番が黒いと思ってます。全プレイヤーの発言。その疑いには、どんな根拠があるのか。4番のプレイヤーが発言します。勝手にすればいいんじゃないですか。6番は陣内かもしれませんけども、2番がローだったらもう村の勝ちだから、どうあがいても無理。6番噛むしかないでしょ。3番が2番を追ってる限り、2番か3番噛んでも2番八方だから、6番ローだったら負けたけどもういいんだよ。今になったってしょうがないんだよ。みんなはもうローラなんてするな。決め打て、もう。決め打ったってやったって変わりはしないんだよ、もう結果なんか。本当にもう疲れるわ。もうしょうがないんだよ、もう決め打つしか、もう。どっちみち今日決め打つんでしょ？変わりはないでしょ、別に。いいんじゃない？ 6 の発言もわけわかんなく黒くなってるけど。いいんじゃない？ 6 が村だったら反省すればいいってだけの話だから。2番と4番見て2番のローを追えない人がいるから負けるんだ、このゲームってのは。ほんとふざけまくってるわ。ほんと疲れるわ。2番のプレイヤーが発言します。はい、2番と4番のどっちが狼かわからんからって完全にロック外してますよね、4番さん。はい、6の城知ってるんですね。はい、4番さん。で、あと2と4の精査つけられないんだったらって、あなたは僕の精査をしてないですよね。出現してるんだから、俺別に自分で出現だとだから思ってないから。あの時の盤面、3番さんに言われたけど、追えなかったから、今、それをなんか、認めなかったからって言われてるけど、あの時にだってそう見えるじゃん。1噛まれました。その前は俺5が真に見えてんだから、1が噛まれた時、地紙の線も追えるでしょって。で、5が完全に二つり押しでしょ？だから5の方が偽なんじゃないって言ってんの。え、分かってんの？じゃあ全部占いとか。全部の盤面追うでしょうよ。で、6が陣外だったら2入れるからね。はい。絶対4投票。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番。ゲーム終了。村人陣営の勝利です。いや、これはね、きついよ。これきつかった。ごめんごめん。やっちゃったね、これね。初日噛めなかったんよ。どこ噛む、どこ噛むって言ってて、誰も多分。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、魔女です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。魔女の方は夜のアクションを行ってください。
夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターン1番のプレイヤーが発言します。ああ、通常村か。ああ、ちょっと面白いことを。面白い現象あったら面白い、ん？じゃあこんな現象あったら面白いなって考えてて、あの、魔女が噛まれ、ハンターが毒盛られ、ハンターがど、あの、村発砲して、とかっていうのあったら笑えるなーとか思って、ちょっとね、いろいろ考えてた。あ、進行論はそれぞれでいいと思いますね。はい、それぞれで。いいと思ってます。あのもうこうしてくれとかああしてくれっていうのには従いたくないっていう人もいるし、自由にやらせろっていうやつもいるし、はい。自由でいいんじゃないですか、完全に投票1とかも。はい、以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、1周目よろしくお願いします。村人陣営でしたということで。ああ、まあそうですね。まあ、魔女噛まれ、毒を投げ、ハンターにぶち当たり、ハンター発砲ね。いきなり PP 場面ですね、それは。まあ、それはまあ、ないことないんじゃないですかね、そういう場面。はい。まあ、ただ今回はそれにならなかったということですね。はい。まあ、一番さんについては、精査はどうやろうな。ここ3人いるんで、なんか変なやつ1人で釣っても全然勝てないから、ちゃんと精査をしていかないとダメなんで、うん、まあ一番さんのその面白い話もいいんですけど、2週目はしっかりとした考察を聞かせてほしいかなと思います。一番さんの色付けはそれでしたいかなと思ってますね。はい。まあ、そんなもん、進行論っていうのがあんまよく分かってないんで、盤面で、ちゃんとしっかりと考えていきます。はい。黒いとこは黒いと、しっかり言えるようにしたいかなと思ってますね。以上です。3番のプレイヤーが発言します。特に一緒ないです。まあそうだね。でも一番は進行論述べて別にまあ、うん、2周目じゃない？今も同様で。まあ、ここまあ、狼が3人いるわけだからね。まあ、確かに、今言ってる通りで、変な人を釣るとか、やる気ないから釣るっていうところにね、意味ないからね。普通の気分じゃないから。だから、まあ、少しでもだからおかしな動き、言動を取ってる人も即釣った方がいいよ。うん、微細な動きに、あの、村がしっかりと見極めてね、あの、判断した方がいいからね。うん、はい、2周目頑張ります。4番のプレイヤーが発言します。はい。おかしいですね。あんまおかしな人。まあ、黒い人釣ったらいいじゃないですか。おかしな人で面白かったら残せばいいし。2番は進行度もわかんないけど、人の進行。まあ、普通にやった方がいいんじゃないですか。スタラとかアマドかな。多分なんかちょっと変わったことしたいのかしてない、したくないのかよく分かんなかったけど、感じで、ちょっと、分かんないですよ、1、2、3は。まあ、いろいろ場面で揃ってから考えればいいんじゃないですか。分かんないです。この3人の侵害か、クラかも分からないです。後半一の人がいろいろ私にヒントくれるかもしれないんで、素直に聞こうと思ってますね。はい。まあ、私はただの凡人なんでね。これは普通に後半一の優れてる村の人の意見を素直に耳を傾けた方がいいんじゃないかな。一人さんの評価は以上。はい。5番のプレイヤーが発言します。いやーみんな、あんまり通常村やったことないんですね。私が、通常村での最強の進行論を教えましょう。フロープン進行ね。フロープン、フロープン、フロープン。昔私この、舌巻きながら何度も喋ったことがこの通常村で。だからフロープン進行が最強ね。ハンターと魔女はね、毒殺、発砲、人外殺せ。これね、そうして占い師ではある私はもう苦労を見つけてるんですよ。六苦労。はい。左セオリーで6番さん占ったらもう黒が出てるんですよ。だからフロープン進行で人外ぶち殺そうでっていうところ。OK ですか？はい。ちょっと熱く語りましたが、私、占い師で6黒を引きました。まあ、6番さんが自爆テロを、しなかったので、このまま発言は続けていくと思われますが、いつ爆発するか分かりませんから、役は頑張ってください。6番
のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師で三四郎です。3番三四郎ね、早くお願いします。ほう、ごまさんの狼がかけてきたんですね、黒に。残念でした。占い師ですよ、3番さん白です。ということで、ごまさんは狼か、相方を見つければいいんだなと思ってますね。うん、まあなんか4番さんの印象が今のところいいかなと思ってますね。怪しいところをすればいいって、その通りだと思ってますよ。だからね、これわからないから単体でおかしい人を釣っていく永遠の単体精査だと思ってますけど、まあ、あとは5番さんとのね、永遠の単体精査プラスもうね、さすが狼出てくれたんで、5番さんとのラインがね、どこにあるかを見ていけばいいんじゃないかなと思ってます。はい、フロープンなんてね、まあまさに狼が言いそうな言葉ですよ、のフロープンなんてね。はい、5番さん釣ってください。以上です。サマサシロ。7番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。俺、正直言うと3番さんが一番わけわからないって思いましたね。3番さんは変な人釣るんじゃないよっていう信仰を最初に唱えてて、最後に言動のおかしい人を釣るって言ってるんです。意味がわからないです。変とおかしいって何が違うんですかって思ったから。何を言ってるんだって3番さんには正直思いました。そこに白出してるんで、6番さんの新芽は若干下がってますね。はい。ただ5番さんに新芽があるかっていうと別にないですね。セオリー通り左裏なっての意味がわかんないですね。その場合、まあ白、例えば5が白出してて、それだったらまあ特攻っていう形になるから新芽が上がるっていうのはわかるんだけど、別に普通に黒なんでしょっていうところかな。あんまりセオリーでっていうのは俺は気にしてないですね。はい。8番のプレイヤーが発言します。気にする気にしないって叩くのは違うでしょ。それは考え方の違いでしょ。7番さん、じゃあ6番のサウナの理由聞いたか。6番のシーンがないでしょうよ、悪いけど。六釣りだよ、六釣り、こんなもん。九番のプレイヤーが発言します。より役投げるは俺八釣るよ。六釣りの進行が一番ないからね。普通の村の思考だったら、六が偽でも六釣っちゃダメなんですよ。五番がどうせ今日噛まれるんでしょ？蘇生薬使ってるわけだから。五番が噛まれて初めて六釣れるのよ。わかるかな、八番さん言いたいこと。6釣ったところで、確定で5番が噛まれて何が残るんですか。村目線まだワンチャン6の芯だってあるわけでしょ。5、6のね、釣り位置に持ってくるっていうのは人外でしかないからね、今日ね。今日はグレーで、聞こえない？聞こえない？マジで。聞こえるじゃないか、八番さん。人外でやってんな、こら。ということで、じゃあ5番さん、8番占ってみてください。フルオープンで行った方が本当強いよ。1番のプレイヤーが発言します。はい、2周目です。2周目です。なんか言ってから行けよ。じゃあタス、本当に2周目だよって言ってんだよ、本当に。え、魔女出ないの？蘇生長教えてくんないの？おーい、おーい魔女、おーい魔女。ねえ、こういう8番とかもさ、ねえ、役があるのかないとか、ねえ、使用してから、はい、はい、魔女出てきてください。蘇生長お願いします。いや、別に、クワ出てもいいかな。あの、8番、ね、8番は魔女じゃないの、違うの。だったらめんどくさいから。あ、3番か。八蘇生、遅いよね。え、おばさんね。ほんと遅いよね。じゃあ、縄あげるんで、どうぞ。はい。当然ハンターです。当然ハンターです。
当然ハンターです。だから名を挙げるっつうの。はい、以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。いや俺も8番さんから、8番さん行こうかなと思ったんですけど、6、偽決め打つんだったら絶対グレーだからねって思ったから、8かなと思ったんですけど、8番さん蘇生か。うん。8が狼だった時、地神をして蘇生されて、5が6に黒で6行こう。か。もし地神をして蘇生をされたような感じなんだったら、もうちょっとおとなしくしとくんじゃないかなと思ったですね。蜂が、もし狼だったら、あんまりそうやってヘイト集めるようなこと言わんかなと思った。思ったというか、今思ったね。はい。で、9番さんは蜂に対して、蜂がおかしいこと言ってる。しかも、蜂が噛まれてるっていうのが分かってるんだったら、蜂にあんまりヘイト向けないから9も違うかな。で、1がハンターなんでしょ。じゃあ、今何にも、白先でもなく、役でもなく、占いでもないってなってるので、現状、279。だから、ここの欄に今日なると思うんですけど、そうなったら7番さんかな。はい。8が地神だったら強いなと思うけど、でも8が地神をした場合は、多分もうちょっとおとなしく普通の精査しときゃいいと思ってる。せっかく蘇らされたんだったら黙っときゃいいと思ってるから。で、そこが神市って分かってるんだったら、9番さんが狼の時8は戦うかなと思ったから7かな。はい。現状もそんな感じです。以上です。3番のプレイヤーが発言します。ねえ、8番確かに発言なかったけど、そして、8番。多分7番スタブ言ってることも汲み取れてないね。俺が言ったのは、そういえばね、誰かが、その普段からさ、見慣れない信仰の唱えて、それに違和感があるって、本当にそれが黒い要素かどうかで釣るべきなんだよね。この人狼ゲームって。信仰論が、まあ、信仰が違うから合わないからそこを釣るとかじゃなくてさ。だから、それに本当に黒い要素があるかどうかで見極めてほしいって言ったんだけど。変なおかしいっていうのは確かに今同じだけど、言ってる内容軸が違う。受け取ってほしかったかな。はい。まあだから、蘇生でしょ？蘇生でしょ？あ、まあ、正直ね、5番に関してはね、まあ、6、黒出てるんだったら、潜伏で良かったけどね、6番の相方がこれ使用してくれたら、番目すっきりするわけじゃん。まあ、張り切ってか分かんないけど、まあ、6番に関しても、サンフないでしょ？うん、サンフルだったらよく分かんないしね、6番に関しても。まあ、でも、どうだろうね、どっちも親身ないけど、まあ、でも、仮にこれ、まあ、6番が狼だったら、だけど、5番がこれ狼で、角の距離に3番くる多分出せないでしょ。5番さんが狼だったらね。ただほぼ俺とも明日白角になるかなって思ってるよ。それで狼で俺に黒出すんだったら別にいいんじゃない？ 5 番さんの使命、なくなるよって言っておけろ。うん。ただどっちも使命ないかな。まあ、7球、まあどこでもいいんじゃない？ 4 番。のプレイヤーが発言します。うん、あ、俺じゃあ2番行こう。ただしいからね、圧倒だから。あ、8番に基本任すよ。6、占いやったら6でいいし、グレーだったら7でも9でも2でも気に入らないやつでいいよ。あ、まあ多分違うと思うよ。6番陣外だったらなんで相方に白打つの。うん、関係ねえところに白打って占ってもいいようにするんでしょうね。6番が芯がなかったら、多分普通の人間がやることは。だから7、9、2にいるんでしょう。8番だったら何なんだろうね、これ。手紙ってよりは、まあ、噛んでやれっていう、気に入らないから噛んでやれっていう方の村を噛んだと考えた方がいいんじゃない。まあ、パッと見5、6で、6番の方が地外に見えてる。8番の方が正常なのかな。ただ、5番、例えば、7、8、9に2人狼いて、5番の相方が2人狼いたら、まあ、2分1で占いに黒打てるとも考えられるけど、まあ、7でも9でも2でもどこでもいいっすよ。まあ、8番が好きなとこ、気に入らないやつ、7、9に。いいんじゃない？8番が決めれば。6来たったら6でもいいけど、まあ、その代わり殴り合いになるけど、あ、というか、まあ、5番噛まれると思うけど、まあ、それもいいんじゃない？蘇生はもう使ってるからね。まあ、わけわかんないこと言ってるっていう点で、9とか、3番からすれば7とか。
2番がマットに聞こえるけど、狼だったらマットであるあり続けるんじゃない？うん、ハグロック分かったら2番でもいいし、いいよ。うん、8番が決めれば。うん、まあ、8番で10がやったらやばいから、まあ、8番が決めると言っても村も決めたら、あのグレー、はい、グレーオーは。5番のプレイヤーが発言します。いやー、これ、何やってるんですか、4番さん。蘇生させたらダメっていうのは、魔女村と同じですよ、この通常村でも。私死ぬしかないでしょ、これ。ゲーム性がつまらなくなるから、蘇生させてる、マジョンが全部。まあ、昔はね、蘇生させなかった。でもね、蘇生させないとだるい時があるんだ。マジョンペアとか。私以前はね、フィオリー禁止ない。占い師が噛まれるというのもだるい時があってさ、はい、一番だるいんだよ、だるいパターンがあるんですかっていうのをつまんない、ゲームになっちゃうから、はい、もう全部蘇生させてる。だから、私のフルオープン進行っていうのが、この9人目はもう蘇生。もう全部蘇生。多分6人外だから、6人どこもおれば安牌だから、まあ大丈夫だ。フィオリー知ってるんですか、7番さん。今日7釣り行きたいんですけれど、4番さんが2番さんを推奨してるね、ここ。で、最終的に8番さんの預けていいって言ってるんですよ。じゃあ、私も8番さんに釣り位置を任せましょう。私以外ね。6番さんでもどこでもいいです。はい。6番のプレイヤーが発言します。はい。お願いします。占い位置、おかしいって。いうのは不当だと思ってますよ。別に俺がどこを占おうが関係なくねって思ってる。セオリーなんて知らねえしって思っています。だから、8番の例の叩きは不当だなと思ってるし、その8番が、あたかも狼がないかのように言ってる2番っていうのはおかしいから、5、8、2っていうのが見えるから、俺は2番に。こうかなって思っています。まあ山本さんも2番さんって言ってたもんね。マット1で2番。マットかどうか、マットじゃないと思ってるんだけど。だからこそ行きます。はい、2番行きますよ。まあ2、8どっちでもいいとは思ってるけど、まあ今日は2番で、8番は占う。はい、それぐらいでいいんじゃないですか。はい。あとは別に気になる点っていうのは、あ、追加しますね。7番、9番からは拾えてないんで、はい、2番行きます。以上です。簡単じゃない ?PC ゲームだと思ってるんですけど。8番の叩きが不当。それで2番が8番を弾く構図。5、8、2にしか見えませんよ。はい。以上です。7番のプレイヤーが発言します。6番は3番じゃないって言いませんでした。ん ?6 の占い先は3番でしょ?何を言ったんだと思ったけど。よくわからん。普通に3、6もあるんじゃないかなと思ってますけど。6の芯を切るなら3釣りもいけるかなと思ってますけどね。3番さんって進行論のことについて述べてましたか。そこは自分は進行論限定で言ってたっていうのはちょっとわかんなかったんですけど。いやー、よくわからんな、本当に。言動がおかしな人を釣るって別に、それって別に進行論でも一緒でしょ。進行論で狼入りがあったらそれって黒要素じゃんって思うんだけど。だからやっぱ3番さんの言ってること汲み取れって言われたけど、やっぱりわかんなかったからな。他の人ってわかってるんですかね。全然わかんない。あと俺5番さんのフルオープン進行については何も明言してませんけどね。むしろスルーしてるぐらいなんですけど。フルオープン進行なんて役に任せとけばいいと思ってるんで。はい。セオリーっていうのは占いのことですね。占い位置のことですね。別に占い位置のセオリーとか俺気にしないんで。はい。それだけを言ってました。よくわからんなと思います。自分は6か3でいいと思ってますけど、切り進行するならね。8番のプレイヤーが発言します。6番さん残念だね。出現しちゃったね。残念だ、6番さん。慌てちゃったかな?下手くそすぎ。はい、9番釣ります。俺に釣りの表クローズなので、感情釣りです。9番のプレイヤーが発言します。これハンターが仕事してないんでね、ちょっとハンターに仕事させたいなと思ってるのね。なんで、当然ね、8番の地神の線もね、残さなくちゃいけないよ。
で完全にこれ7、8が6とのライン切ってるわけね。わかるこの目線。別にいいよ。俺釣られても。俺釣られてもいいけど、確定で4番が噛まれるわけでしょ。うん、その際には4番は必ず7か8どっちか打ち抜いてね。うん、黒いと思う方で。俺は6の相方に7と8どっちか1人いると思ってるから。ワンチャン6、7、8のハッピーセットって可能性もあるしね。うん、わかるかな。なんで俺が毒を漏れてたかというと、ハンターに仕事をさせるためね。4番が、うん、毒を持った場合っていうのは、当然ね、人外が落ちてた時は PP 発言もできないし、もう1番を噛むことはできない。偶数進行なんでね。発砲されちゃうから、うん、だから1番を仕事させるためにも4番は今日確実に噛まれると思うけど怪しいと思うとね毒持ってくださいいいですかそれが魔女の仕事ですからね、うん、で5、6に関しては絶対手かけちゃう基本的に6で一緒何を言ってんすか6で一緒負けたら負けたらあなた6が相方に違うじゃないですかそんな余裕ぶっこいてますけどあ僕スムラなんで今日釣られても問題ないんですよはい、三人狼でしょ、三人狼。僕は6、7、8で言うと、今日なんか7、8のどっちかに僕は投票します。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いにはどんな…私はただの石投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、7番の遺言を発表してください。よくわからないですね。自分に入れてるのが、3249。9番って8の地紙を追ってたんですよね。7の黒要素ってどこですかどっちかっていうと9番さん8の方を黒で見てたんでしょう。6、8、9なんかな。わからん。狼が、釣り位置を2つ上げて、相方を叩きつつも全然違うところに投票するっていうのはあると思うんで。7、8って9番さん言ってたけど、今の言い方だったら絶対8に入れてると思うんだけど。8、9相方なのかな。けどよくわからんな。3番さんの言ってることやっぱり黒いと思ってたから。俺6、3で見てたんだけど、なんだろう。9がローの時って、5、8、9とかもあるんですかね。6、3はペアだと思うんだけどな。その場合、6、3、2。6、3、2か、5、8、9で提出しようかな。5、8、9、6、3、2。どっちかですね。まあ、明日の占い結果でいろいろわかると思いますけど。スムラだったら釣りは飲めんでしょう。夜が更けました。人狼に気をつけてください。ああもう6に毒持って負けたら負けでいいわ。9番か2番かわかんねえけど6が死んだったら負けだ。7しまったしわかんねえ。6が死んだなら3番に白打たないって。6、3でやる。魔女の方は夜のアクションを行ってください。もう6が死んだったらいい。村の負けだ。どっちみち勝てない。次の試合行こう。割り切りだ。決め打ったとて。決め打ってももう、決め打ってもロラしてもどうせ変わんねえんだ、勝敗なんか。時短できるし次の試合行こう。もう7つってしまった自分が悪い。6に毒持った自分が悪い。次に行けばいいんだよ。また切り替えてやればいいんだよ。夜が明けました。昨夜は2名の方が亡くなりました。と。8番のプレイヤーが発言します。はい、5番さん占い結果三白ね。三角白おめでとうございます。6番地紙だな。7番がさ、なんかさ、
8-9かなとか言ってたけど、俺9番に入れてんだよ。1票ずつ穴釣られてんだよ。なわけないでしょ。しょうがない。だから6番に陣内で3番に、つむらなら、相方囲うわけねえだろうっていう。走らせないんじゃないですかね。圧倒的芯がないのに相方囲ったら、速攻で占い、占い飛ばされるんじゃん。ここ、人気村じゃないんですよ。9番さん。9番さん。9番のプレイヤーが発言します。いや、俺、地釣り飲めるんすよ。残念ながら、8番さん。スムラですから。で、6がこれ、地神してる。なるほどね。いいんじゃないですか。その視点があるなら、俺、今日釣り飲んであげますから。8番さん。あなたが地神してるんじゃないですか。1番のプレイヤーが発言します。え?6 が地神?ん?じゃあ4番どうやって死んだ ?6 が地神 ?4 番どうやって死んだありえないんだけど。どうやって死んだんですかありえないんだけど、その発言。3番に縄をあげます。俺は今、すごく8番を釣りたい。2番のプレイヤーが発言します。普通に盤面的に見たらこれ4番噛まれて4番が6独殺してるんですよ。じゃないの、そうでしょ。これだから4番はもう6が偽だから合心進行でいけっつってるんでしょ、はい、だからさすがに6地神の線はないと思います。そうですね、はい、6が毒で死んでるって感じだと思いますよ。4魔女でだから、6を、狼に見せたい。まあ、狼に見せたい。実際、狼かもしれんけどね。はい。で、これでちなみにですけど、今現状、6人いる。6人いてる状況で、7が狼で落ちていた場合は、もちろん PP になりません。7が村でも、6が狼で落ちていた場合は、そうよね。PP にならないよね。だから、両方村で死んでるってことはないわけよ。柱。だから、5が死んだとき、だから8、9どっちか、俺もスムラっすね。8番さん行きますね。いやー、じゃあ分かったっす。もうチャットいいんで、8番さん行くっすけど、ちょっと待ってよ。だから6が狼の時、7が村だったとして、でも3が村。いや、でも俺結構なって怪しいかなと思ったから入れたんですけど、マイス、8いきます。はい。3番のプレイヤーが発言します。みんな分かってる。6か7に最低1人狼がいるんだよ。6か7の狼がどっちか連れてる。2人か1人。最低1人以上連れてる。なんか探ってるなんか発言が聞こえる。意味がないから6か7のに狼が1人。このゲームさ、誰が正しいとかないわけじゃん。もしくは正義、絶対とかないじゃん。うん、この人の言ってることが理があるかどうかなんても結果見ないと分かんないじゃん。言ったじゃん、5番さんが狼にも、俺には黒出せないって、うん。先のこと考えながらやってるから、このゲーム勝てるんだよね。無敵状態ね、言っちゃえば。うん、でさ、8番さん釣ると、魔女がね、8番蘇生してるわけじゃん。同じで、もう蘇生したんだったらもう釣んなくていいじゃん。うん。一度さ、魔女さんが決めたことなんだから、それさ、もうさ、突き通そうよ。それでいいんじゃない?うん。4番さんが8番蘇生した。うん。いいじゃん、8番さんも村で。それでいいんじゃない?うん。いろんな線を打ってもしょうがないから、安定進行みたいに。もう、それ多少のさ、見切りは、大事だからね。一度決めたことはさ、最後まで貫き通す。うん。蘇生したくなかったんなら蘇生しなくていいんだよって。うん。二番さん面白いこと言うね、なんかね。ほんと頼むよ。五番のプレイヤーが発言します。二番さん、どこでもいいから、釣る位置言わなきゃ。とりあえず八番さん、外すね。
じゃあ、9人で言うなら、まあ、7番さんで私は釣れてる確率が高いとは思うものの、ですよ。うん、悩むなぁ。とりあえず、1番さん、私が8番さんを占いましょう。今日、9人のランで、はい。生き延びた方を1番さんが明日発砲するね。私が8番さん占いましょう。この進行でどうですか ?3 番さん進行取っていいんですよ、隠しろ。私は4番さん、1番さんの、まあ言ったら、打つ位置、うん。これをね、狭めないために3番さんを占いました。3番さん、白ね。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。2番、村人陣営の勝利です。きつかった。7番さん釣っちゃった。ごめん。7番にそんな票集まると思わなかった。